はい、では行きましょう。続きでございます。どうしようかな。まだ技ポイント80あるからね、余裕はありますね正直。まあ、突然ボスっぽいのが出てきてもまあ大丈夫かなと思うが、おっしゃおっしゃラッキー、とりあえずとりあえず、よし。あ、おった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 、ヤムチャおったおった、発見発見、よし。あー、いいね、6が余って、下がって修行。はい、 OK です。4行って修行。そこの白マスまたおるかもしれないですね、おるかもしれないので、できればちょっとカードいいの置いときたい気もしますが、いいかな、いいかなと思います。あ、おらんわ、おらんかったっす、普通におらんかったっす。キングギラン、怖え、キングやからな、王ですからね。 OK、 おいしょ、ええ色しとんなこいつ。こっちはちょっとテクニック5上がってますけども、シェー入った、まあまあダメージは入った。よし、連撃、さらに猿の力は出ない。どうしたどうした、おっしゃ、ワンタンキル、アイテムが持っていたごちそうを食べた。オッケー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 、よし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 、とりあえずヤムチャ合流ね。お、悟空どうしたんだ。ヤムチャに事情を説明すると快く OK してくれました。ヤムチャ行きます。 OK、 歩きで戻ろうか、修行しながらがいいっすよね多分。まあ、うまく修行渡り歩きつつ行きますわ。まだ上限行ってないっぽいので、1,2,3,4,5,6,7 ですね。よし、下が見えてない。4,5,6,OK、 次は4、同じものね。4は出したくないんだ。はい、こっちで7,2,連、うん、よし、いいだろう。4、渡り歩いていく、わあ全部交換したい、ゴミだらけや。いやー、いいよ、いい感じ、決まった、よし、ゴミからゴミへ。5,6,7、必殺技ポイントの上限増えへんね。3,4、出るな、敵出るな、よし、 OK、 感じ、はいよ、はいよ、よし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 、大きいの来たよ。1,2,3,4,5、5はないから6でいきましょうか。はてな、行くもよし、一気に攻めるもよし、守るも攻めるも、ふう、出た、出ました、最強の男、上忍。ヒツヒツ使って、相手の
強いカードにぶつける。くー、ブーメラン手裏剣来ましたよ。1個レベル上がってるからね、ちょっとやれるか。いやー強い、上忍こら。いやほんまにボス級っていうか今まで出会った全ての敵の中で最強級ですね、上忍。完全に本当に上忍やわ。必殺出ないとなかなか有効なダメージは与えられないと思うので、お助けカードさえ豊富やったら逃げてもいいんですけど。入った、よう入ったな。連打とまだちょっと可能性があるのか。カード4枚の勝負をして、とりあえずちょっと必殺カードを引っ張り出さないと。おい77の対クリティカル12。よし、この辺りで決まるとね結構優位ですね。よし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 、やっぱブーが決まるとでかい。コスパがいいんすよ、必殺を使わずにダメージがでかいので、まあ、優先して残すべきカードやな間違いなく。 OK、 よしゴリラ来た。4マスはゴリラ確定。ナイス、ちまちまと必殺以外で削っているよ。レンレン、ゴリラ行こう。ゴリラなし、残り。よっしゃー、 HP はそれほどでもないか。 1,2,3,4 一旦ふぅ、牛さん、牛さん、カードが牛さんよこれ。ブー使いたくないって言ってやろ牛さん。ひと足聞いたのか牛さん、ほんまにブーの強いのは使いたんないねん。牛さんよ、ブー温存、ブー温存。必の可能性があるから、いやただもう抜け出さないとこの地帯はね。もう一回3が欲しいが、いやカードいいの揃ってるよ。もういいよ、もういいよ。いやもういいっすね、もう。そんなことではダメ、誰言うとんねん。こっちはちゃんといろいろ考えてやっとんねん。あーやばいやばい、出んなよ出んなよ。あークソ牛さん。まあいいか、ヒツが一応残ってるから。よし、ふう、小僧お仲間を連れてきたようじゃな。さあ早くやろうぜ、ついておいで。この悪魔の便所で試合をしてもらう。さあ始めるぞい。そっちは誰からやるのじゃ。僕が行きましょう。よし来た、ミイラくん、戦う紐のミイラくん。じゃん。ええ私が操作をするんですか。嘘でしょ。どういうことですかこれは。適当でいいんですかね。いやわかりません、ヒツを使いたくないんです。ブーと武器なんか持ってない。まさか悟空の体力減るなんていうオチじゃないやろうな。やめてよもう。なんで悟空が食らってんのよ、ちょっと嘘でしょ。すっげえ弱いし。あかーん。
まいった。へえ、もう終わりか。次は俺が行こう。よしよし。山ちゃんとミイラ君の対決です。ちょ待って、これこいつらマジゴミやん。あれは自分の体力ではなかったのか。64しかないやん。必殺カード使わせたくないんやって。だからいやもうほなもう悟空一人でやるって。ええわ、もうお前ら引いといてよ。71で攻撃入らへん。俺にやらせてくれ。いや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 、もう負けキャラや。ひでえな。あ、死んだんちゃうこれ。ちょ待ってよ。まいった。おやおや、二人ともやられちまったね。もう諦めるかい。もちろんやるさ。はは、冗談を寄せ。お前が最後の対戦者だというのか。負け確定なの？何なのこれ、何なの本当に。殺すぞこら。調子こいとったら、調子こいてたら、てめえ！おっしゃ、これはクリリン君の分。よーし、バカが。じゃあばあちゃん、あと2人に勝てばいいんだろ。このテキストがあるってことはもうこん、あ、まあまあ一応あれか、ヤムチャとかで勝てる可能性もあんのか。アックマン来た。小僧、俺様のふるさとに連れてってやろうか。地獄にな。知らんよ、お前。食いもん食いたいね、マジで。てめえ、剣聞いてる聞いてる。おし、容赦はしない。逆カメ、これはクリリン君の分。よーし、オッケー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 、よしよしよし、あと一人だ。来い来い来い。うん、やるの。だがここまでじゃよ。わしらの3人目はとんでもない達人での、ヒヒヒ、やっと出番が来たぞよ。あー、じっちゃん、はいはいはいと。いや、え、いやいや、ババ様お願いがあります。この小僧と思いっきり戦ってみたいと思いますのじゃ。狭いここではなく外の競技場でやらせていただいてもよろしゅうございますか。いいじゃろ、思いっきりやるがよい。そして試合は外の競技場へ移されました。ガチ試合では、最後の試合を始めるぞよ。頑張れよ悟空、油断するな。よし、絶対に勝つぞ。誰に言うてんのほんま。誰に油断するなんて、ほんまええ加減せよ。即負けしやがって。よし、勝ちました。逆カメ、シャオ。向こうはディフェンス7、入った、顎に決まった。必殺残像拳、しかしこちらも7、片手で止める。17、オッケー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 、よし、オッケー、入った。14、しょっぱい。必殺は来たけど2か2の1か、怖いっすけどね。怖いですけども使っていこう。万が一勝てればかなり大きいですからね。1出してくれば勝負は決するレベル。ていうかこっちディフェンス1ばっかやな。いい蹴り見せますな、さすが達人。1ばっかやんけ。ちょっと守りの7いってしまいました、ビビって。入った。地味ですけどこの5とかのダメージは効いてくると思いますので。うわ、達人や。4連撃、おお、食らってるよ。ふう、苦しいな。オッケー、
まあ入らんやろな。6ですからね。あーっと残像剣かわされていく。こっちを見したれ。おっしゃおっしゃ、ナイス。これラッキー。いや、これしょうがない。必殺来い、必殺来い。来た。よし。逆亀だー。これで終わりだ、じっちゃん。よしよし、いや、マジ嬉しい。やった、やりました。参った、わしの負けじゃ、強うなったな、悟空よ、よう修行した。まさか、そうじゃ、わしじゃよ。じいちゃん、じいちゃん。なんとこの強敵は死んだ悟空のおじいさん、孫悟飯だったのです。悟飯は占いババによってあの世から一日だけ戻ってきていたのです。遠い未来、あの世でさらに成長したお前の姿を見るのを楽しみにしておるぞ。ではごきげんよう。これ、占ってやるぞよ。え、ざっついこれ。ざっつい。はぁ、あ。クリリン、ヤムちゃん、またなって。いやいやいや。まあいいか。回復しよう、回復。ちょっと忘れそうや。角ですね、角。くそ、カリン様欲しいぜ。いやもう、ゴジュ回復してもらったら飛びたいレベルやけどな。あ、ちょっと、落ちそうも食べておきますか。いや、マジで回復。使いたくねえな。ゴミばっか残るやんけよ。てよ。ちょっと待ってくださいね。とりあえず一回は引いとかないと。そうそうそう。よしよし。これでいきますか。仕方がないな。3が出なくなったらもういきますね。じゃあ。3が手持ちにあるうちはもう一歩も動きません、私は。あります。わしは一歩も動かん。3がなくなりましたね。ここでまた3を補充する試み。OK ですね。3があります。いきます。いや、もう、ええ加減せえよ、ほんま。3がありません。3がないのに3を要求してきてます。よし。では、行きましょう。可動っちょでしたよね。1,2,3,4,5,6。とりあえず6で。あー、おるわ、おるわ、おるやん。おるっす、めっちゃ。レーダーに頼るまでもなく、おるっす。あそこ、おるっす。これは厳しいぜ。ここまでよく来れたってなもんですよ。5枚はきついで、あんた。よいしょ。よーし。うわー、カリン様惜しかった。1,2,3,4,5,6,7。大丈夫ね。1,2,3,4,5,6,7で、3入れて、はてないって、牛さんに交換されて、くちゃくちゃにされて、よし、行ってしまうか。バトルになるんじゃないかなと思うので、ちょっとアイテム、食べ物で、多少回復しておきましょうか。
ピラフマシン的なものとバトルになるんじゃないかなと思います。食べ物はもう嫌というほどありますからね。オッケー。そんなバカな、あの小僧だ。どうしてここに、この箱にドラゴンボール、この箱にドラゴンボールを入れておけばレーダーには絶対映らないはず。ムムム、いや、おとなしくボールを渡せ。そうはいくか、我々と対決してお前が勝てばこのボールをやろう。はい、来たバトルジャケットね。よし、前行け。はっ、前の乗ったバトルジャケットと悟空の対決です。あ、これ3連戦行く、合体すると思うね、最後ね。結構連戦になりますね。消費を抑えていきたいけどね。ちょっと様子見ながらですけど。おいしょー、ぶっ壊す。うわー、硬いっすね。あんだけしか入らんのか。ちょっと必殺はじゃんけんでいこうかな。危なくなるまでは。コスパの問題で、時間かけていいならじゃんけんの方が多分トータルダメージ的コスパはいいので。よし、ブーンじゃねえよ。硬いわ、めちゃくちゃ硬いわ。オッケー、きた、ロケット。大丈夫、悟空。当たったー、死ぬけどね。うわー、食らったな。なかなかやるじゃねえか。またロケットかな。うわー、ロケットや。いや、結構必殺のダメージでかい。割と食らいましたもん。20ぐらい食らうんじゃない、また。うわー、食らうなー。これを3体か。うわー、マジか、3連ロケット。いや、これはつらい。60オーバー、70ぐらいダメージ食らった。そしてさらに剣、こいつカード恵まれすぎでしょ。マジかー。うわ、カードがゴミ。嘘やろ。赤、向こうのカードが強すぎますね。これは厳しい、マジや。勝てん。回復しないとこれは無理かもしれません。ヒツナナがある。うーわー、やろう。7さえ出すときは、こっち攻撃食らうことはないですからね、とりあえずは。これはもう絶対無理や。使うしかない。カリン様使いますわ、ここで。使うしかないなぁ。いや、7の必殺外したんは痛いなぁ。うわ、マジか。7連でダメージ入らない。クリティカルが出てくれたら入るんでしょうけどね。全く通用しません。勝てー。これはさすがに入るんじゃない。ワンイチであろうが。押して入った。1、舐めてたなー。めっちゃ強いっすわ、マジで強い。カード総動員して勝てるレベルやね、これ。必殺、あー、ここで落とすんよね。必殺で決めきれないというか。いや、厳しい、マジで。やっとや。ただ向こう6ですけど、しょうがない、打つしかない。もうこれじゃんけんとか言ってられないっすわ。全力でいかないと無理。オッケー。えい、シューいけ。はっ、さあ、シュー来た。マジ連戦。
4枚で防御がまあ硬いので4枚でこれ絶対食らわないんで大丈夫だと思いますが思いますが、よし、武器がね当たるのはでかいですね。うわ銃か、しょっぺー。これまだ多分ピラフマシーン合体バージョン戦うことになると思うから相当やばいっす。よーし助かった、伸びろ。危なあれ、必殺のどえらいも持っとんな。カードがゴミ。うわ神様使うしかないか、ここで使うか。絶対に攻撃権を取るっていうのは1ターンだけのことなんでしょうかね。使ってみないと何とも言えないですね。神様使いました。よしよし、まさかの1と2で勝てた。ただ向こうは6、こっちは2。壊せ、うわー倒せない。いやマジでカード強いわ。おっしゃ、よくよく耐えた、よく耐えた。次の試合のことを考えたらね、残したいですけども、そんな言ってられへんしね。連で入るかな、1も入らんかもですよね。クリティカルが出ないとダメージ入れられないっすね。いただ、ケンケン、うわー最強カード読んでちょっと耐えます。食らえへんねんぞ。カード使って耐えるしかないから、少しでも位置のカードを消化して。うわ厳しい、負けたか。これはよっぽどこっからカード運恵まれてくれないと厳しい戦いです。めちゃくちゃきつい。ふう、勝ってヒツが来たけど、入った、よしよっしゃ、なんとか光がつながった。オッケー、よし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 、さあ合体してこいや。なんなんだあいつは、クソ勝負だ。同じパターンか、どうやらこれで終わりますか、これで終わりますかね。めちゃくちゃ不安ですけどね。お坊ちゃま使ってみようか、これでこれで絶対に攻撃権を取ったの？よくわからないですが、うわークリティカル出たんすよ今。これカードのお坊ちゃまくんのせいなのか、カードのあれなのかちょっとよくわからないんですが、これで取れてないやん。え、取れてないやん。1ターン目だけってことかな。ようわからんな。まったくダメージ入らんぞ。ヒツ以外では無理やって。レンで入らないんすから。
レンは大猿来ても多分入らないですからね。耐えた、危ない。あー耐えた、危ない。ふぅ、ヒツ来た、ヒツ2枚来た。よし、ヒツ2枚来た。ここはもう絶対これで決めなあかんから。ミスターポポですよね。カード必殺技にするっていうのもあんのか。技の威力をアップ。よし、限界だ。よし、いやもうここはもう残さない。うわ、全部変わった。そうなの、えぐない。じゃカード4枚の勝負にすればよかった。まあいいか、殺す。よし、技の威力を上げてくれてるよ、天さんが。うわ、なんか最大限幅を使ってズドン。よーっしゃ、おらーボケー、見たか、勝ったぞ、ドラゴンボール送れ。はい、やったー、三振中ゲット、やった、マジ嬉しい。いや、ほんまにやばかったと思いますよ、ほんまにやばかった。いやースイヤーやん、どっち行くんやろ次。急に掘り出されたけど、回復したいねやん。回復っていうかカード欲しいっすね。HP の回復はもう全然どうなりともなるけども。うわー、よかったなー、マジで。ここやな。このフィールドやな、ここもハテナが近いじゃないですか。ここでカードをちょっと補充するやな。うわ、もう鬼やなあいつ、牛さん鬼なのかな。よし、まあまあまあいいや、これね、またもう多分めちゃくちゃ時間かかるんで、私一人でやりますので、まあとりあえず目標はカリン様、まあ神様もゲットできればいいですけど、まあ最低限回復を1枚2枚と、よしと、あとはミスターポポかですね、ミスターポポを、確保するというのをちょっとやりたいなと思います。でついでにこういうもう雑魚も出てきますので、まあ戦いつつということで、ちょっと時間かかると思いますので、頑張ります私。はい、ということで次回この位置からスタートできると思います。ちなみに、レベルとかはこんな感じですけど、まあまり雑魚とは戦わないとは思うので、この位置関係上、はい、そんなに変わらんかなと思いますが、あと修行も上の方に修行の場所があったので、あっちに逃げることもあると思うので、修行は多少はしようと思うんですが、そんな感じでとりあえずやりますわ。はい、ということで、次回